Guilty Gear. Who dares to enter the main? こちらバタコがアクレブ2014エリア決勝大会勝利しております。じゃあね、ロイさんとバタコ、B バンダイお願いします。ああ、いや、A バンダイでやろう。俺が見たい。人の見て覚えようと思います。マジラムレザル勝てねえかなよ、マジ。キーシャ卿に入るわ、俺も。さあ、これも楽しい保証の金が攻めてきます。さあ、しかし俺には海外いるんだ。ダメらしい。わあ、ポチャの金マスター、確定。ああ怒りの取り締めだ。おい、とてもだけじゃねえだろ、実戦もやってくれよと言っている。しかし今なかなか9段から10段に上がらない。それはポチョモキンはつらいみたいですね。ペコピンから、さあレバーガチャじゃないんですけど、ボタンガチャしたところをしっかり捉えていく。ジャン S から 2S、 さあファジージャンプが多めの、アイマに対してはこううまく固めていきますからね。しかしここで必殺のグリードセバーが刺さる。オーラブレードはノバさんですね。かっこいいですね。あー、グリードガフ。はい、P が効かない。ちょっと待ってくださいね。一瞬待ってもらえると助かります。全く効かないんですよね。さあアインマンがおちょぼきに楽しいと言ってたんでね、その楽しさをぜひおじらさんにも伝え広めてくださいね。相手ガフ上だけど、画面端に持ってって、ベイパーからなんかすげえ減ってる。ディスクゲージ上がったの。グリードから、まあもう一回グリード挟んでコンボして CL 締め、大きい攻めは中段。さあコンボミスって、もう焦らずに距離を取って、あとはじっくりやるだけ。よっしゃ、足をしのいで、バグせバグせバグせ、近寄りたくないでござる。おーっと、カットってきた。画面端いって、ヒートが届かなくて、うわー、きつい。それでお前に出る。あー、ジャイアンツが刺さって、さあ、何が楽しいんだろうな。さあ、アイさんはにっこりしますね。ということで、アイさんが決勝進出ですね。あなたの誇りと志は、その鋼の存続より固く気高い。はい、では行きましょう。決勝進出をかけて、ロイさんのソルと、バタコじゃない、これ準々決勝ですね。ロイソル、バタコ、ラムレザルをやった後に投げファーストと対戦していただきます。よろしくお願いします。Soul Ramlethal Valentine. Ramlethal vs. Salt. Get ready to Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. はい、試合の方は始まっていました。ワンピー側バタコラムレザル、トゥーピー側ロイソル。さあ、確かにガンガン攻めていきますが、このジャンプ P が非常に判定、発生ともに優秀、強力な技です。やっぱラムレザルなんか、D ループ1回目が少し集中しないと難しい、拾った高さによるでしょうか。さあ、昇竜拳を封じつつ、上から逃げるところにジャンプ D を置いたり、空中を上げて返していくバタコザッパー、きつい、どうすりゃいいんだ、これ。という感じですが、ここはうまく前ジャンプ抜けてきました。さあ、そして耐えてから攻めに転じますが、ここは接地拳を振り回していく、ジャンハイヒット、これは叩き落としヒットして、ガラシー、エンエスガンフレキャンから走って、ここで投げ仕組みの足し拳。バタコはすかさず飛んでいたんですが、ここは刺さってしまいました。え、俺ザッパって言った？次はコンボしっかり決める。上海、相打ち。さあ、剣の
どういうふうに動くか。おお、ダッシュを通す。しかしここはピーハイスラー、はい、出だしコンボ安定しております。燃えた、窓が逃げる。さあバカッコにスクラッとやらされてしまうと非常に面倒くさい展開になってしまいますが、いやーバーゲンゲル、ダイエージが消えてなくしたくないということで空中ガードしたんですけども、それがしびれ刺さって、もうめちゃめちゃだよ画面足。さあここは耐えた、チャンス、バタコとラストはずっともです。いいかレース危険から裏回りジャンハイジャンピー、立ち系が通るがでかいのに当たらない。ゲージある、アフニールバース、ナイスバースト、勝ったなロイソル。使うしかなかったね。じゃあそのまま連戦でロイソル対投げファーストお願いいたします。退屈させやがる。そう、ウィン、ストレイト。てめえが何者かなんてどうでも見ててくださいと言われたんで、まあ見ます。この実況なんて。オーバー。